はい、それじゃあパート3かな、やっていきたいと思います。まず最初に、416アサルトライフルを購入しろということでね、武器を購入したいと思います。いい天気だな。はいはい、おい、はい、聞きたいことがあれば。どういうこと？あ、アサルトライフル、416アサルトライフル、これか。じゃあ購入、落とすとかあるんだけど怖いよ。そうです。この数週間、シカゴ市内の CTOS センターはハッカー集団デッドセックからの攻撃に対しセキュリティを強化してきました。これに対しブルームのシャーロット・ガードナー氏は断固たる姿勢を表明しています。シカゴの安全こそが最優先事項です。なるほどね。各 CTOS コントロールセンターの頭部に世界有数の危険地域で鍛えられた有能な治安部隊を雇っています。ガードナーさん、目的地に行きましょうかね。その治安部隊、はい、じゃあバックステージハックというミッションをやっていきたいと思います。このミッションの内容はですね、あの工場の建物の中にですねアクセスコードを持っている人がいるので、そのアクセスコードを持っている人からアクセスコードを奪ってあの建物をハッキングするという、あの中にある建物の中にある何かをハッキングするんですね。ちょっと忘れちゃいましたけどね、ちょっと、はい、やっていきたいと思います。建物に入らなくても、アクセスコードは入手できるそうなので、そちらの方法でやっていきたいと思います。監視カメラからこうやって順々に移動していくというわけです。掛け屋に、なんだ、掛け屋に15,000円、すごいな、すごい借金してるぞ。監視カメラ移動。この人をアクセスコードがどこにあるんだろうね。これ持ってる警備員だろ。フェンシングの爆発物、あー危ないな。あ、この人は隠しカメラか。はいはい、違う。よし、どうして、これかな。でアクセスコード持ってる人を探すんだけど、移動できねえ。よし、どこにいるんだろう、こいつか。あ、こいつだ、持ってる持ってる。でアクセスコードをゲットしたんで、さっきの場所にゴー。注意を引かせて、こちらに移動させます。この人ね、人をね。はいはいはい、あ、侵入中です。はい、来ました。はい、これどうやるのかな、これ。あ、なるほど。あ、なるほどね。こう棒を組み合わせてやるという。はいはいはい。こう、こう。あー、違う。こうだ。こうで、こう、こう。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい。はい、なんと簡単なんでしょう。まだあんのか。こうか。やばい。なんだ。制限時間みたいな。やばい。こうか。はい、はい、はい。よし、できた。で、はい、はい。ハッキング、はい、ハッキング。あ、ビデオ流れて、もう飛ばします。はい。誰かの家の中か。CTOS は市民の私生活までデータを蓄積しているのか。だから、市民の私生活とかもここに記録されてると。デッドセックっていうのはいいやつなんですね。おお、ハッキングした、すげえ。それはつまり CTOS に入ったのか。もう今ネットワークを見てる。そっちからアクセス可能だ。俺もアクセスした。プロファイラーシステムを接続したから、みんなの汚い秘密がボタン一つで手に入る。地区内のあらゆるものを浮き彫りにしてくれるだろう。利用できるはずだ。まあ、ぼちぼち広いですね。アクセス元に注意しろ。フィクサーがいるかもしれない。こっちから見えるなら向こうからも見えた。ムービーじゃないな。少々騒ぎすぎた。発信元の追跡にかかる。また後で。バッドボーイっていうのは誰なんですかね。そしてエリアから離れろ。はいはいはい、ちょっと待ってよ。ん、これで終わりかな。サーバールームに侵入してハックして、その場所から離れる。よし、
よし、クリア。はい、バックステージハック終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。